しら。あれ、ん？さっきの亀だけど、上に誰か乗ってるな。あんたよくあんなのが見えるわね。誰か連れてきたのかしら。昔昔浦島は。お待たせしました。ハロー、グッドアフタヌーン。派手なじいさん。カメを助けてくれたそうじゃな。じいちゃん何者だ。ん、わしはカメ仙人じゃ。カメ仙人。助けてくれたのはどっちじゃ。お坊ちゃんの方です。ああ、そっか。ご苦労さんじゃったな。ではお礼に素敵なプレゼントをあげてしまおう。プレゼント。おい、不死鳥よ。え、不死鳥。なんだその不死鳥って。決して死ぬことがない鳥よ。そんな鳥が来るのか。何も来ないわね。じっと。あの、不死鳥のやつは食中毒で去年死んだんじゃ。そうか、そういえばそうじゃったな。不死鳥なのに死んだの。不死鳥を呼んで永遠の命をやろうと思ったのじゃが。よし、では代わりにこいつを。くるんだ、キントウンよ。キントウン？クリキントンのことかしら。あ、こっちか。クマが飛んできた。キントンじゃ、これをお前にやろう。ありがたい雲を食うな。これで何すんの。もうこれに乗れば意のままに空を飛ぶことができるのじゃ。でもなんで亀の仙人が雲を持ってるの。関係ないじゃない。え、まあ固いことは一個なしじゃ。へえ、空を飛べるか。すごいじゃろ。ただしこのキントンは清い心を持っていないと乗ることはできん。つまり良い子でなくてはダメということじゃ。どれ、わしが見本を見せてやろう。ほいっと。あたた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 た。大丈夫ですか。どうしたんでしょうね。おかしい。オラが乗ってみる。あ、うわーい、乗れた乗れたい。乗れましたね。はて、どういうことじゃ。